はい、こんにちは。始まりました。ホトグリッシュの岡崎です。では今日も毎日リスニングやっていきましょう。今日はゾロの名台詞を取り上げています。元のセリフとちょっと違うところがあったり、表現自体がちょっと難しいところがあるんですけど、ぜひね、挑戦してみてください。それでは行ってみましょう。I'm sorry for disappointing you. I know that you need nothing less than the greatest swordsman in the world. I've let you down. Please forgive me. I solemnly swear from this moment forwardThat I will never lose again. はい、という感じですね。で、もう一度聞いてみましょう。I'm sorry for disappointing you. I know that you need nothing less than the greatest swordsman in the world. I've let you down. Please forgive me. I solemnly swear from this moment forward that I will never lose again. はい、という感じですね。まあ、細かいところがなかなか難しいんですよね。I'm sorry for disappointing you. I know that you need nothing less than the greatest swordsman in the world. I've let you down. Please forgive me. I solemnly swear from this moment forward that I will never lose again. はい、という感じです。ではここから回答に行くので、聞き直したい方は動画を戻して聞き直してみてください。それでは行きます。I'm sorry for disappointing you. はい、でここは聞き取りはしやすかったと思います。で、一応 sorry for ing とすると、何々してすまないという意味になります。で、一応この for は理由の意味で使われていますね。 thank you for ing とか、それと同じ for になります。で、一応この disappoint という単語が結構大事で、これはがっかりさせる、がっかりさせるお前をっていう感じで、後ろに目的語を取った動名詞になっていますね。で、お前をがっかりさせてすまないっていう感じで言っています。で、この disappointing がですね、例えば私ががっかりした場合は I was disappointed というふうに使いますね。で、これが結構最初間違えやすいポイントになりますね。 disappointed。で、もともとの意味が、がっかりさせるなので、これ私はがっかりさせられたっていうふうに考えるといいですね。で、そして例えばその結果はがっかりさせるようなものだった、残念な結果だったっていう場合は The result was disappointing というふうに言いますね。っていう感じになります。なんで今回のこの disappointing が ing になってるんですけど、こっち disappointed と disappointing っていう形で、この下の形で使ってる時はその形容詞として働いてるんですよね。で、今回はその disappoint っていう元々の動詞を動名詞にした形なので、がっかりさせるの意味で取らないといけなくなります。まあ基本的なことなんですけど、ちょっと注意しておかないといけないポイントになります。で、なんかもうちょっとこう簡単に考えるのであれば、例えばエキサイトで考えた時に、エキサイトはワクワクさせるなんですよね、もともと。で、それが私がワクワクさせられてるから、結果的に私がワクワクしているしていたとかになる感じですね。 I was excited。 で、そしてThe result とか The movie was exciting って言った場合って、その映画が面白かったってことですよね。で、見た人をこうワクワクさせるようなものだったっていう感じで考えることになります。で、こういうなんかちょっと簡単な知ってる単語で置き換えてやると、この辺は考えやすくなります。他にもこうサプライズとかイントラストとかも同じような考え方をしていくことになりますね。はい。で、一応発音のポイントは I'm sorry for の for がちょっと短いです。で、そこだけですね。で、もう一度聞いておきましょう。I'm sorry for disappointing you. はい、という感じです。では次のセリフに行きましょう。 I know that you need nothing less than the greatest swordsman in the world. はい、で、ここちょっと難しかったですよね。で、まずですね、 I know that SV で、 SV ということは知っている、分かっているっていうことですね。で、そして You need nothing less than がちょっと迷いますよね。で、一応この nothing less than という表現は、少なくとも何何くらいっていう意味と、あとは何何同然って意味で使われる表現になります。少なくともの方はですね、なんか辞書によっては載ってなかったりしますね。で、この nothing less than の今回の意味は、後ろに the greatest swordsman in the world というふうに言ってるので、まあ世界一の偉大な剣士っていう感じになってるんですね。で、少なくとも世界一の偉大な剣士
くらいを必要としているっていう感じで、言っているっていうふうに今回は考えられますね。で、元の日本語版も、世界一の剣豪くらいにはならねえといけないみたいな感じだったと思いますね。で、この7くらい少なくともっていう意味をぜひね、今回覚えておきましょう。で、こういう文脈の中で覚えるのが結構大事なので、ぜひ今回のこれで覚えていただけたらと思いますね。で、ちょっとね、この Nothing Less Than 紛らわしいのが、例えば、まあ、Not Less Than ってなったら、これ同じように少なくともっていう感じで使えるんですけど、No Less Than とかもありますよね。で、No Less Than になったら、これも、多いことを強調する何々もとか、で、3000人も8000人もみたいな感じで使ったりすることがあるんですけど、これもですね、もうほぼ何なん同然みたいな意味で使うことがあるんですよ。なんで、この Nothing Less Than はなんか、この Not Less Than、No Less Than をこうちょっと合わせた感じで2つとも意味があるのかな、みたいな感じで考えておくとちょっと覚えやすいかもしれないです。ただ、それは No Less Than、Not Less Than を覚えてる前提なので、そこがちょっと難しいところなんですけど、まあ、この上の表現もね、いつかこの毎日レッスン内で扱いたいと思います。で、そこで文脈で覚えられたら、それがベストですね。はい、という感じです。さあ、で、発音のポイントは、I know that の that がすごく弱くなってます。そして、nothing less than the がかなり弱くなってますね。で、greatest の t の音が口の形だけ残す感じで発音するといいですね。で、もう一度聞いておきましょう。I know that you need nothing less than the greatest swordsman in the world. はい、という感じですね。では次のセリフに行きましょう。I've let you down. Please forgive me. はい、という感じですね。で、この let you down というのは、let down 何々、let 何々 down とすると、これもがっかりさせるという意味になります。まあ、なんとなくこう、ダウンにさせるっていう感じなんで、こう、気分を沈ませる感じありますよね。で、さっきの disappoint 人と同じような意味になりますね。なんで、さっきの disappoint you をこう言い換えてるんですね。let you down に。で、がっかりさせちゃったなっていうふうに言ってるんですね。で、この完了形を使ってるのは、もうすでにこう、がっかりさせたからっていうのを表現してあることになります。で、please forgive me。で、これは私を、俺を許してくれっていう意味になっていますね。そう。で、日本語版の方はですね、不安にさせてすまないみたいな言い方をするんですよね。ただ、英語版の方は、がっかりさせてすまない、がっかりさせちゃったな、許してくれっていう感じなんですよね。なんで、若干こう、ニュアンスが違うんですよね。はい。で、発音のポイントは、let you down のこの t の音が脱落します。で、もう一度聞いておきましょう。I've let you down. Please forgive me. はい。という感じですね。では、次のセリフに行きましょう。I solemnly swear from this moment forward that I will never lose again. はい。で、こちらのこの単語なんですけど、聞いたことありましたかね。で、一応 N の音は発音しないで、solemnly っていう感じで発音することになります。で、これは真面目にとか心からっていう感じの意味になりますね。で、swear 誓うという意味になります。で、from this moment forward というと、一応こちらはこの瞬間からっていうことですね。で、forward がくっついているのは、一応こう、これから先のっていうのを表している感じですね。で、まあ、from があるので、それでも十分なんですけど、まあ一応この前に進んでいく瞬間っていうのを、ここから先の瞬間っていうのを表しているんですね。で、一応こう、大文字にはなってるんですけど、一応この swear that sv ということで、何々ということを誓うという意味になっています。で、that I will never lose again というふうに言います。で、この will っていうふうにちゃんとはっきり言ってることで、強い意志を表していることがわかりますね。で、絶対にもう負けないからっていうふうに誓ってるんですね。で、このサムリーという単語は、ハリーポッターの中でも出てくるんですよね。で、ハリーポッターファンの方はね、ちょっとなんかどのシーンかというか、どのセリフか、なんとなくイメージ湧くんじゃないかなと思うんですけど、これもいつか扱いたいと思います。で、一応発音のポイントはですね、from っていうのの、ここがちょっと短く、弱く発音されることになります。で、そして、thatの t の音が脱落して発音されます。この f の音も結構聞きにくいんですよね。なんで違う音に聞こえた方もいるんじゃないかなと思いますね。ただ、まあ自分で発音するときはこの f の音、f っていう音ですね。をちゃんと発音して練習するようにしてみましょう。それではもう一度聞いておきましょう。I solemnly swear from this moment forward that I will never lose again. はい。
という感じでした。では今日はこれで終わりたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、絵文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。アニメや映画のセリフを使ったメンバーシップやオンライン講座を行っているので、ぜひ概要欄からチェックしていただけたらと思います。復習用にこうシャドーイング用とリピーティング用の動画もこの後つけているので、ぜひねゾロになりきって発音して練習してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。I'm sorry for disappointing you. I know that you need nothing less than the greatest swordsman in the world. I've let you down. Please forgive me. I solemnly swear, from this moment forward, that I will never lose again. I'm sorry for disappointing you. I know that you need nothing less than the greatest swordsman in the world. I've let you down. Please forgive me. I solemnly swear, from this moment forward, that I will never lose again! I'm sorry for disappointing you. I know that you need nothing less than the greatest swordsman in the world. I've let you down. Please forgive me. I solemnly swear, from this moment forward, that I will never lose again! Dumb and dumb again, you make me feel so high.